かぶっちゃうから気をつけて。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。それでは囲み会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず今回この写真集、どんな写真集になってるんですか。そうですね、今まで出させていただいたものとは全く違って、どっちかというとメンバーとかいつも近くにいるような人しか見られないような素の等身大の私がたくさん詰まっていると思います。ってことは自分で見た感想っていうのはいかがだったんですか。見た感想、そうですね、結構衝撃の写真とかも多くって、なんかすっぴんだったりとか変顔だったりとか、なんか今まではそんな写真はなかなか世には出なかったので、恥ずかしさもあり、でもちょっとなんか見てほしいところもあったので、今までにない自分が出したかなと思います。僕は山本さやかを撮り放題ということだったと思うんですけど、はい、気持ち悪くなかったですか。あ、全然楽しかったです。むしろなんか今からどこどこに行きますって言ってツイッターで呼びかけて来てくださる方もいたんですけど、やっぱ知らない方もいらっしゃったので、その場でこうどんどん群がってきてくれる感じがなんか気分が良かったです。出来はどれぐらいですかね。出来ですか。前回と比べて。前回。前回の写真集、SY、はい、さやがみと比べまして、はい。いやもうこれは撮ってくださったファンの皆さんだったり関係してくださった皆さんがないとできなかったので、ちょっと皆さんに感謝の意味も込めて100点です。今回もこじはるさんは超えられそうです。いやーまあでもちょっとジャンルがやっぱ違うので、違うジャンルで勝負、こじはるさんが同じようなやつを出した時にどうかと言われたら、まあ、私の方が全て出したんじゃないかなとは思います。先ほどお気に入りのショットを見せてもらったんですけども、はいはい、あれはなぜそこのページなんですか。SY は結構露出じゃないですけどグラビアで頑張ったんですけど、逆にここはもうほとんど露出がなくって私服だったりとか衣装ばっかりなので、なんか SY とは違うところが多かったから、なんやろ、そのハラチアっていう唯一のハラチに露出がアクセントになったかなと思います。ちなみにお気に入りのなんか顎ショットとかってあったんですか。ああ、でも1ページ目がまず顎のみのショットだったんですよね。これですね。でもあと顎を生かしてじゃないですけど、この顎やからこそできる、まあ、特技みたいなのがあって、まあ顎にマジック挟めるんですけどまあだから何って感じなんですけど、はい、これは何か生かせるんですか。いや、これぐらいですね。両手塞がった時に顎で持てるよっていう。今回メンバーの反応とかいかがだったんですか。ファンの方はもちろんなんですけど、メンバーが撮ってくれた写真とかもすごいたくさん使われてたので、メンバーからはなんか、あ、こんな写真集楽しくて羨ましいって言ってもらいました。特にここがなんかいいとかいう人いませんでした。メンバーのですか。あ、でもメンバーと一緒に写ってる写真とかも結構あったので、他のメンバーのファンの方からも好評いただいてます。写真集でものすごいなんか変顔だったりとか特徴的な顔が、はいはい、特徴的だったと思うんですけど、はい、お気に入りの変顔みたいなのありますか。お気に入りの写真、本の中でですか。お気に入りの顔。あ、自分のですか。はい、はやあ、そうですね、何個かは。ちなみに今やっていただけたいのかは。そうですね。じゃあゴリラ。すごいガシャガシャ聞こえます。メンバーの方が見るとどういう反応されるんですか。あ、もう全然反応ないです。もうこれがいつも通りなので、はい、じゃあ素の山本さんというか、はい、そういったショットもたくさん入ってます。まあ、去年今年とソロでの活動も話題になってますけども、はい、どうですか歌手活動が一人で歌ったりとか。そうですね、最近は増えてきたんですけど、まあでも将来自分はそういう方向で行きたいなと思ってるので、今の段階からすごい経験させていただいてて経験値が高くなってるなと思ってありがたいです。手応えはありますか。そうですね、はい、反響とかもすごい大きいので、いつも毎回あ、出てよかった、やってよかったなって思ってます。まあ、そんな活動を見てる高見さんとかから何か言われて、はい、
言われたりとかします？あー、そうですね、高倉さんはなんかもっと自分を大事にした方がいいよっていうのは言ってくださいましたね。というのは？っていうのはやっぱ立場が総監督とキャプテンって少し似てるところがあって、やっぱ自分以上にグループのこととかを結構考えちゃうところもあるので、まあ、それも大事やけど、ちゃんと自分の時間を作って自分のやりたいことをやった方がいいよっていうのでアドバイスを受けたので、最近は自分がやりたい音楽の、まあ、作曲だったりとかも時間を作るようにできました。